はい、本日はですね、買ってよかったもの11月編を紹介していきたいなというふうに思います。いやもう早くもですね11月が後半ということで、いよいよ来月はですね今年買ってよかったものという総集編になるので、来月に向けていろいろ準備はしてるんですけど、今現在ですね年末までに買ってよかったものでまだわからないんですよね。いろいろこう出してる中でもいやマジでむずいなって言ってやってるんですけど、まあ、今月もですね一応買ってよかったものというのがあるので紹介はしていくんですけども、今月買ったものっていうのが全部で11点買ってるんですね。まあそれを後ろにざっと並べさせてもらあったんですけども、まあ、見返せばですねそれこそヌプチジャケットがあったりだとか、スティープテックってこういうちょっと派手なフリースがあったりとか、もういろ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 ビレイヤーとかカナダグースとかいろいろ買ったり、まあ、バルトロもね買わせてもらって、これは僕用じゃないんですけど嫁用なんですけど、この11点買わせてもらったということになってるので、まあ、その中でおすすめのものっていうのを紹介はしていきたいなというふうに思うので、まあ、本日もですねいつも通りの流れで5432まで行ってですね、そっからちょっと番外編ということで生活必需品というか生活のアイテムではこれよかったなっていうのがまた今回もありますので、今回3つかなありますね、番外編3つを紹介して最後1位に戻ってきておしまいという流れに行きたいなというふうに思いますので、まずはですね第5位から紹介していきたいなというふうに思います。では11月に買ってよかったもの、第5位というのがこちらのノースフェイスのバーサロフト E チップグローブになります。でまあ手袋はですねこれだけじゃなくて、実は他にもデナリグローブとか、あとはまあウィンドストッパーとかもあったりはするんですけども、このウィンドストッパーに関してはもう以前5年ぐらい前から持ってて、まあこれは新しいバージョンなんですけど、新しいバージョンも買ったんですが、これに関しては性能を知ってるから別に何とも思わへんということで、でデナリの方もですねこれはモコモコであったかいっていう話はしてたんですけど、これに関してはやっぱりちょっと気になるのが、レビュー動画でもちらっと言ったんですけども、このねはめた時にこの何て言うんですかね、甲の部分が若干ちょっとこう動きづらさがあるというか、まあ、若干ですよ、ほんまに微妙に若干ちょっと突っ張る感じがあったりするので、まあ、この辺が全然気にならへんっていう方いらっしゃると思うんですけど、僕個人的にはよく自転車と思ったりするので、この手をこうやって動かす機会が多いっていうことで、それ考えるとこのバーサロフトの方がよりスムーズに手が動くんですよね。何のストレスもないし、何の感覚もないというか、これ何も感じない、ストレスフリーなんで、あこれは良かったなということで、もちろん風は全然通すんですけども、今までこういうモフモフの手袋というのを持ってなかったんで、あこういうのもこういうので可愛らしいし、まあったかいなというふうに思いましたんで、まあ、これは買ってよかったかなというふうに思います。なので、まあ、冬場とか、まあ、これから寒い時期にちょっと手袋を考えて貼る方なんかは、こうやって E チップグローブで自転車乗る方とかこっちの風を止める方がいいとは思うんですけども、まあちょっと電車乗るとか徒歩で移動するとかいう方なんかは、まあ、これでいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちなみにですねまた来月もちょっとグローブ買ってますので、またそれも届き次第レビューするとは思うんですけど、次はですね完全防水の手袋を購入しているので、またそれはそれで紹介はするとは思うんですけども、まあ、今月第5位というのはこちらのバーサロフト E チップグローブになります。では次第4位に行きたいなと思います。では11月買ってよかったもの第4位というのがこちらのノースフェイスのビレイヤーパーカーになります。まあ、これはですねダウンジャケットなんですけども、まあ、僕以前からこれ機能はめちゃくちゃ高いなというふうに思ってて、同価格帯のがもうバルトロが全く同じ値段なんですけど、バルトロよりも機能は絶対こっちの方が上やろうなというふうに思ってたんですけど、まあ、今回レビュー動画を撮るということで、まあ、購入して実際いろいろ細かいところとか見ていったらですねやっぱ軽いんですよね。そうやからこう着てて多分疲れへんやろなとか思うし、まあ、まだ真冬じゃないからねそんなに着る機会はないんですけど、まあ、着てて疲れへんやろなと思うし、さらにやっぱもう一個いいなと思うのがやっぱ切り替えの色がないっていうことで、こう単色じゃないですか、これはネイビーなんですけど単色ってことで合わせやすいっていうのも、これはまあビレイヤーパーカーでもいいところかなというふうに思ってて、ビレイヤーパーカーといえばいろいろもっと細かいことあるんですけども、結局合わせやすいどこかいっていう感じで、合わせやすさって結構大事じゃないですか。でそれこそ他のノースフェイスとかやったらこういったマウンテンダウンジャケットとかバルトロとかもあるんですけど、単色のものを選ぼうと思うとやっぱ切り替えがどうしてもあるので、単色のものを選ぼうと思うともう黒しかないんですよ。だから黒の一択になっちゃうんですけど、このビレイヤーパーカーはそもそもが単色だからネイビーもあればブラックもあるし、で黄色っぽいのもあれば赤っぽいのもあるし、あと青っぽいのもあるし、結構その色がカラー展開派手やのに単色で作ってるっていうところなんかも、あこれは結構まあ万人受けするというか、それぞれ皆さん好きな色があると思うので、それは買いやすくなってるなっていうところが、まあこれは買ってみて、あこの辺はいいなというふうに思いました。まあただですね、まだそんなに極寒になってなくてめちゃくちゃ着てるわけじゃないから、まあほんまに試着したりとかレビュー動画で作るように着たりとかしてるぐらいで、あこれええなとは思ったんですけど、まあこっから着ていったらもっといいと思うかもしれないんですけど、今のところはまあまだ分からんから4位でいいかということで第4位ということになっております。まあそれこそねこれはレディースの方も着ること多いと思うので、まあ僕は嫁が多分これ着るって言ってるので、まあ嫁と僕が両方でこれ着れればより勝った意味があるとは思うんですけど、まあ結局僕が着ひんってなったりしたら嫁しか着ひんやろし、まあそれは使ってみるのは分からへんでいうことなんで、まあちょっとこの辺は4位かなということで思います。では次はですね買ってみて第3位っていうのがですね、
こちらのフェアリーノバになってます。で、まあ、これに関してはですね、僕が買ったわけじゃなくて提供していただいたものになっているので、別に僕買ってへんやんけいう感じだと思うんですけど、まあ、提供していただいてレビュー動画作ってるので、もうそこであのコラボのお話はもう終わってるんですけども、実際僕これ私服でも使うんですよね。でそれこそ京都行った時の Vlog なんかでもこれ普通に私服としても着てるし、結構やっぱ機能性が高いっていうところで、僕やっぱ案件でお受けするお話って自分も興味ないと受けないので、もうお話を受けた時からこのジャケットは結構いいなと思ってて、まあちょっと上から目線ですけどいいなというふうに思ってたんで、まあこれはあの自分が個人的に普通に私服で着る時に着れそうやなっていうことになってるので、まあ購入はしてないんですけども、まあ今回あのレビュー動画作った中では良かったなということで第3位ということになってます。やっぱりあの一番良かったなと思うところが、それこそ今の時期とか秋とかやったそうなんですけど、まあ、寒い時これパッて上着てるのは意味わかるじゃないですか。で次例えばいきなり火が出てきたりするんですよ。まあ、火出てきたりしたら むしろこれちょっと熱なってくるなっていう時あると思うんですけど、これに関してはしっかりその火を止めてくれたっていうのを感じれたんですよね。あ、これすごいなと思って。どうしてもこういったアウターって寒さをしのぐことばっかりやから、あったかくあったかくっていう一方やけども、逆にあったかくなりすぎた時ってこう脱がなあかんってなるけど、まあ、これに関しては脱がんでもそのまま快適に折れんねんなっていうところが良かったりしたんで、まあいいかなというふうに思ったんですけど、まあこれからね冬はなって、じゃあ真冬どうなんて言われると、真冬はちょっとこれ厳しいんちゃうかなって個人的には思ってたりするので、まあその辺はちょっとわからないんですけど、まあとにかく、まあ、今月のアイテムの中では、まあ、第3位かなというふうに思いましたので、こちらが第3位ということになっています。まあ、ちなみにこの動画はですね、一切案件とか全くなしでやってるので、まあ個人的に良かったなというふうに思っております。では次11月に買って良かったもの第2位というのがですね、こちらのヌプシャになってるんですよね。これやっぱりいいですよね。やっぱほんま昔からあるなと思ってたけども、やっぱ実際着てみたらやっぱ着やすいなと思うし、まあ、僕は個人的にこの柄を気に入ってるっていうのもあるんですけど、このね迷彩柄がね思ってるより良かったというか、これいいなと思って、今でもたまになんか夜とか寒い時あるじゃないですか。で夜セブンイレとか行こうかなみたいな、二郎のラーメン買いに行こうかなとかって思ったりとかした時は結構これ着たりもするんですよね。まあ、なので日中とかはまだ弱暑くて着れないんですけど、もうちょっと寒いなと思ったら結構これ着るようになってるので、多分個人的に好きやから多分着てるんでしょうね。でこれを着る時なんかは、あんま動画出る時とかっていうよりかは、ほんま私服というかちょっとコンビニ行く時とかにこれ着てニット帽かぶったりとか、あとキャップかぶったりとかしていくっていう感じなんで、まあ、そういったスタイルに合うじゃないですか。ちょっとその辺出かける時とかに合うし、まあ、もちろんね私服で着るのも合うと思うんですけど、僕のスタイルにあんま私服で合いづらいので、まあ、ちょっとした時なんかに使えるので、これはまあいいなっていう感じで、さすがに30年続いてるだけあるなと思うような感じのダウンジャケットやったかなというふうに思います。まあ、ずっとねこれは販売され続けてるので、特にプレネとかじゃなくて普通に定価で買えたりとかできると思うので、まあ、そんなに入手は難しくはないと思うんですけども、まあ、個人的にはダウンジャケットの中でも買ってよかった方に入るなという感じでは思います。はい、ということで、まあ、第2位まで来たんですけど、今から第1位に行く前にまずはですね番外編の方に見てもらって、 1,2,3 とあるのでそれを見てもらってから11月買ってよかったもの第1位というのを見てもらいたいなというふうに思うので、まずは番外編1っていうのを紹介したいなと思います。そちらがですね、こちらの CBD のベイプになります。で、まあ、これ何っていう人もいてるかもしれないですけど、これ使い方がですねめちゃくちゃ簡単で、とやるんですね。で、あれお前タバコやめたんちゃうんっていう感じだと思うんですけど、これに関してはニコチンゼロ、タールゼロということになってて、 CBD という最近ちょっと流行ってるんですけど、まあ、リラックス効果のあると言いますか、まあ、僕はこれ全部ここで喋る必要ないと思うんですけど、まあ、そういったリラックス効果のあるとか、よく眠りやすくなるとかっていうような CBD というのがあるんですね。まあ、これは別にあのベイプタイプじゃなくてもオイルタイプもあったり、こう塗るタイプもあったり、いろいろあるんですけど、まあ、CBD はそれぞれ皆さん調べていただければいいと思うんですけど、まあ、そういった感じの CBD のベイプキットを購入したんですけど、まあ、これに関してはタバコじゃないというか、まあ、そういった何て言うんですか、喫煙みたいな感じではないので、僕は普通にこうやって吸いますし、嫁にもこうやって吸わせたりするんですけど、まあ、害はないので普通に寝る前なんかとかに吸うで吸ったりとか、あとはまあ普通に休憩の時にヒューって今みたいな感じで吸ったりもするし、なんかこれは人によったらなんかサウナの時とかに良かったりするって言ったりするんですけど、まあ僕はですねちょっとこういうの心配やから日本製のものしか買わないんですね。だから日本製のものがちょっと高かったんですけど、これで7000円ぐらいかなということで、僕はミント味を吸ってるんですけど、これいっぱいいろんな味があるんですよ。抹茶味とかもあったりとかして、フレーバーなんで、まあ、匂いを楽しむのと、あとは CBD という成分を取り入れるということで使っております。まあ、これはね、ちょっと気分転換とかなんかに良かったかなというふうに思います。では番組2つ目っていうのがですね、こちらのアイマスクになってます。まあ、これもちろんパッて見たら分かると思うんですけど、寝る前なんかにこうアイマスクをこうつけるんですけど、蒸気でちょっとあったかくなるんですよね。でそれでまあ寝るっていうことで、よく CM とかでですね、桜井くんかな、なんか気持ちいいって言いながら寝てるんですよ。でまあこれを購入して今使い続けてるんですけど、これ何が
がいいかっていうと、もちろんあったかくて気持ちいいのもそうなんですけど、僕そんなめちゃくちゃ気持ちいいとは思わないんですけど、これの何がいいかっていうと、やっぱ寝る前とかってこう携帯いじるじゃないですか。でスマホいじってベッドの中でもスマホいじってたりしたら、寝る時間っていつ寝たらいいかわからないんですよね。で究極に眠なった瞬間にこう閉じるっていう感じにしてるんですけど、これをつけちゃえば強制的にスマホをいじらないじゃないですか。要は見えてないから。で確か、20分ぐらいかな、そうですね、20分間この40度の上記憶っていうのができますっていうことやったんで、20分ぐらいこれをつけてたら知らないも寝てるんですよね。って考えたら、よし今から寝ようと思って寝るんじゃなくて、このアイマスクをつけた瞬間もスマホいじらへんから、もうあとは目つぶるしかないみたいになって、結局気づいたら寝てるということになってるので、まあ、これに関しては本来のこれの効果があるかどうかは正直僕はあんまわからないんですけど、これをつけることですぐ寝れるので、寝る時間が早くなったんですよね。今までだったら1時とかちょっと遅くなってたんですけど、最近はもう日回る前に11時台とか10時台にはもう寝れるようになってるというのはこれのおかげかなということで思います。でちなみに我が家はですね、これは夫婦で使ってるんですけど、まあ、基本的には僕がメインで使ってるから、嫁はあんま使ってるのはわからないけど、別にこれを使って怪しいことをしたりするっていうことは全くなく、健全にこれは使っておりますということになってて、次の番外編3つ目っていうのがこちらのピーリングジュエリーというやつになってるんですね。で一気にお前可愛らしいもの紹介してくるやんって感じだと思うんですけど、まあ、これはですね角質とか老廃物を取る、まあ、ジェルみたいな感じになってるんですけど、まあ、何かというと普通に洗顔とかするじゃないですか。これ洗顔とかした時にやっぱり年齢とともにね、油も出てくるじゃないですか。それはやっぱ油出てくるのってやっぱ前から僕気になってたんですよね。ここ最近20代後半ぐらいからなんかちょっと油出てくるなみたいな、顔に油出てくるなってなった時に、その油ってゆくゆくは老廃物になっていくじゃないですか。でそれ嫌やなと思ってたんで、このジェルはね4プッシュか5プッシュしたらめちゃくちゃビビるぐらいポロ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 なんか取れてくるんですよ。でやっぱそれも強くガーってやったりしたらダメなんですけど、優しくやるだけでももうポロ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 取れてきて、こんなに角質というか汚れなんですかね、わからないですけどあるんやと思って、それこんなほったらかしにしとったらどんどん吹き出物できたりするわなということで、まあ、僕は全然吹き出物とかは出ないんですけど、まあ、これ使うだけでなんかさっぱりするのでこれは良かったかなということで、週に1回か2回ぐらい使ってるっていう感じになってますね。まあ、これ1回使ってみたら結構すっきりすると思うので、まあ、僕みたいな老廃物おじさんなんかはどうかなというふうに思いますというのが番外編3つということになっていますので、ベイプとアイマスクと、ピーリージェリーかな、忘れたけどそんな感じということになってます。では、ランキングに戻りたいなというふうに思いますので、11月に買っている方も第1位というのがですね、こちらのマウンテンイクイップメントの、フリースになります。で、まあ、このフリースはですね、本当ニット感覚で着れるフリースっていうことになってて、これレビュー動画でも言ったんですけど、こう見た目からめちゃくちゃ気持ちよさそうやなっていう感じ、プラスこれひっくり返した裏生地もモフモフなんですよね。でこれ僕何回も着てるんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。だから半袖の上とかから着たりしたらめっちゃ気持ちいいし、これから冬場とかやったらこれインナーに使えるじゃないですか。で、まあ、色味もどうしても冬場ってこう暗くなりがち、アウターが暗くなったりしがちやけど、こういう明るめのインナーをパッて入れといてあげるだけで、全身黒でも中がこういう明るい色やったらまあ成り立つじゃないですか。って考えた時にこれ結構使い勝手いいんですよね。でなおかつこれはただの普通のフリースじゃなくて、ポーラテックという、まあ、ちゃんとフリースの中でもちゃんとしたフリースを使ってますよということになってるので、これはほんまこれをずっとこういうことしたいぐらい気持ちいいんですよ。でこれカメラ回ってなかったらですね、10分ぐらいこういうことできるやろうなっていうぐらい、肌触りというか触り心地が良くてですね、まあ、ほんまに女子とデートする時なんかはもうこれ着ていったらもうすぐイチコロでクラッとなってくれるんちゃうかなと思えるぐらい触り心地がいいということになっておりますので、こちらマウンテンイクイップメントのフリースが第1位ということになってます。まあこれはもう多分私服でもガンガン着ていくし、もうカメラ回ってへんとこでもガンガン着ていくやろうなと思えるぐらい、これは買ってよかったかなというふうに思いますので、まあインナーを探されてる方なんかにはおすすめしたいなというふうに思いますし、取り扱いも楽なんですよ。洗濯機でもポンって回せるし、でパンって乾いてるし、でスッて切れるし、でまたパンって洗ったらいいしっていうだけの繰り返しなんで、これはまあ良かったんじゃないかなというふうに思いますということになってますので、これが、11月に買ってよかったものというランキングにはなってるんですけど、まあ、それぞれの詳しい解説動画っていうのはまあ下に貼ってますし、それこそ商品リンクも一緒に貼ってるので、気になる方はそこからさらに詳細を見てもらえればいいんですけど、僕のこのねランキングだけやったらめちゃくちゃちょっとしか喋ってないから、もう何がいいんかわからんままやし、なんやったらその、まあ、ちゃんと魅力を伝えれてるんかとか全然わからないんですけど、まあそれを見てもらったらもうちょっと詳しく喋ってるんちゃうかなというふうには思いますということになってますので、次はですね、いよいよ年末の2020年買ってよかったものということになるので、まあ、ちょっと来月に向けてちょっと今からもう段階的にこれ良かったこれ良かったっていうのをある程度まとめていきたいなというふうに思いますので、では来月の2020年買ってよかったものをトップ10でまたお会いしたいなというふうに思いますということになってますので、本日はですね11月に買ってよかったものトップ5を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。